子さんに会えなくなっている方はいらっしゃらないでしょうか。離婚をきっかけに自分のお父さん、お母さんに会えなくなっている方はいらっしゃらないでしょうか。これは先進国の中で日本だけの独自の問題です。先進国諸外国は約30年以上前に離婚後の共同親権制度に法改正をしました。日本は30年以上経った今、令和の時代になっても未だに単独親権制度のままです。親子の断絶をなくすためにも日本に共同親権制度が必ず必要です。本日ビラの配布をしておりますので、ぜひお手に取っていただき、この問題を一人でも多くの方々に知っていただきたいと考えています。残念ながら3組に1組が離婚をすると言われている時代です。この離婚後の親権制度の問題は多くの方々に影響がある法制度だと考えています。そして現在よく報道されている一人親家庭の貧困、そして養育費の不払い問題、こういった問題も日本の離婚後の単独親権制度が大きく影響していると私たちは考えます。親子の断絶をなくすために、子どもの最善の利益を守るために、日本に離婚後の共同親権制度が必要だと私たちは考えています。本日はお騒がせをしております。私たちは別居や離婚で自分の子供に会えなくなっている親の集まりです。本日は離婚後の親権問題について周知活動を行っています。ぜひビラをお手に取っていただき、この問題を一人でも多くの方々に知っていただきたいと考えています。日本は離婚をした際にお子さんがいる場合、どちらか一方に親権を与え、どちらか一方の親が親権を失う、そういった単独親権制度を取っている国です。しかし先進国 G7 の中で離婚後に単独親権制度を取っているのは日本だけです。先進国諸外国の多くが約30年以上も前に共同親権制度に法改正をしました。夫婦が離婚をしても子供が自分の父親、母親に自由に会える、夫婦が離婚をしても父親と母親が自分の子供を責任を持って養育していく、関わっていく、これが当たり前ではないでしょうか。日本にも離婚後の共同親権制度が必ず必要です。本日ビラを配布しておりますので、ぜひお手に取っていただき、一人でも多くの方々にこの問題を知っていただきたいと考えています。皆さんおはようございます。母親です。1歳と4歳の母親です。でも今現状、私母親ではありません。子供が生きているのかさえもわからないです。子供は東京に住んでいます。電車で1時間半で住むところにいます。それでもなんでわからないのか。それは片親が子供に自分の感情を優先させて合わせようとしないからです。こういう現状が、これ現在の話なんですよ。
生き別れのバスです。離婚前でも会えません。片方の親が子供を奪ったら会わせなくていいんです。じゃあ裁判やればいいじゃん。じゃあ弁護士呼べば。呼びました。私だけ実家に帰らされて、それでおしまいです。やりたい放題、やっと物勝ちの世の中なんですよ日本って。私日本大好きです。でも加害者に甘い国だとつくづく当事者になって思いました。間違いなく私からひねり出した子供、今子供会えないんです。子供も母親に会いたいのに片親が会わせない、それで通っちゃってるんです。今毎週日曜日、まあ平日もそうだけど公園行ってます。私抱っこして手つないで、まさかこんなことやってるって誰もね思わなかったよ。芝駅久しぶりに来たけど、でも今日来ましたよ母親連れて。やんなきゃ、泣き寝入りはダメだって。加害者に甘いんだよ日本は。いやだから生きる、めちゃくちゃ生きてやるよ私。0歳の子供、3ヶ月で父飲んでた子供、会えない、おかしいだろ。3ヶ月でさ、お母さんのおっぱい飲んでたのにさ、父親がそれを奪うって、これ現在の話ですよ。私家で乳絞ってそれ捨ててましたよ庭に。こんなことあっていいのかよって思います。ちょっと感情的になっちゃいましたけど、母性なめんなって思います。一緒に歩きたいなって。日曜日だと家族連れも多いですし、やっぱり赤ちゃんとか目につきます。まあね、こんな人と一緒になった私が悪いって思うけど、それでも子供はやっぱり母親に会いたいし、母親の私も子供に会いたいです。私子供が生きがいだったんですよ。もちろん結婚したいなとか思ってましたけどね、混ぜてましたから。小学生ぐらいの時から20歳になったら妻になるよとか書いてましたね。それが今こんなことになってるんですもんね。人事じゃないですよ。私本当に人事だと思ってました。親権っていう言葉はなんとなくは分かってました。でもね、私今親権あるんですよ。離婚前で親権があっても子供に会えないんですよ。子供が二十歳になったら一緒に歩けるかなって思います。でもね、子供もね15歳前後になったらこっちに来るのかなって思ったり、それだけが希望です。親子で歩けるのってすっごい幸せ、本当に幸せです。子供は声を上げられないです。目に見えない虐待もたくさんあります。今こうしてる間も今は1歳になった、4歳になった娘と息子のことをずっと思ってます。電車に乗ったら東京まで行ったら会いに行けるんだけど、それもできないんですよね。なんでかっていうと、看護師様のお伺いを立てないと会いに行けないからです。今子供どうしてるのかなっていつも思います。家の中にいるのかな、公園ぐらい連れてってあげてないかな、
でもまだ殺してないだけいいかなって思います。最近は最初だからちょっとやりましょうか。皆さん一人一人にことがオンになっても口を外して耳に入ってくれたらそれだけですごく嬉しいです。東京大田区民の皆様、おはようございます。私たちは自分の自身の子供に親たちの離婚に伴い自分の子供に会えなくなってしまった、自分の子供に会うことができなくなってしまった親の団体が集まってできた団体で、今回は東京大田区蒲田駅前にお邪魔させていただきました。私の住んでいるところは千葉県の方に住んでおりましたが、こちらで皆さんにどうしても訴えたいという活動を心がけている方がいたので、今回千葉県から応援に参りました。どうか皆さん少しだけ私たちの話を聞いてみてください。私は2018年妻と結婚し、そして子供が1歳になって生まれまして、それで1歳半になり、そしてその後妻と話し合い結婚式を挙げることになりました。結婚式を挙げて大体2ヶ月ぐらいでしょうか、妻からこのように言われました。この電話を出なければ私はお前と離婚すると。結�婚し1年目子供を生まれて1歳半、その段階でさあ電話を出なければ離婚をするぞと言ってきたんです。私は妻のことを愛しておりましたので、どういうことだということで深夜の2時に電話を出ました。その電話先には男の声がしました。男はこう一言言いました。妻と付き合ってるものですと。私はそんな時にどういうことですかということで聞きました。お父さんは子供にふさわしくないから俺が代わりに子供の父親になってやる、だからさっさとその家から出てけ、私にそう電話で夜中の2時に言ってきました。でその電話は切ろうと頼む、明日は仕事なんだ、妻は病院関係者、医療事故になってはダメだ、だから夜中に電話をするのはやめてくれと再三言いました。ですがお父さんがそんなこと言ってるからいつまでたってもこの問題は解決しないんだと、わけわからないことをずっと言って、夜中の2時からそして朝方6時まで毎日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 私に電話を強要して離婚を強要してきました。私はどうすればこの状態が治るんだ、妻に何度も話しかけ、頼むからそういう男の関係を家族に持ち込むのはやめてほしいと切に願い続けていたんです。そしてその時住んでいた行政は北海道函館市、行政に相談しに行きました。私は
そういう男から脅迫を受けている、離婚を強要されていると、どうしたらいいんですかと聞きました。お父さん、それはモラルハラスメントだよ、 DV と一緒なんだよと言われました。私がその時に、私はそうやって攻撃をされてるのか、愛してる妻に攻撃をされてしまってるのかとずっと悩んでいました。妻にそのことも何度も相談し、そうすると妻は逆に逆上して、おお、いい度胸だな、そういうふうに激しく言い立ててくるのです。子供を抱えながら大笑いして、その男と一緒に、あなたの方が子供を育てるのは上手ね、はははと笑いながら、私を常に寝かさないように常に激しく言い立てて、それが毎日のように繰り返される日々でした。行政に何度も相談して、私が言われたことは正直これはかなり恥ずかしいことです。言い方を間違えてしまうと大変な問題になると思っていました。ただ行政は子供が命の危険がある、毎日毎日夜中まで子供を連れて妻は帰ってこない、外は真冬の大吹雪、コンビニの駐車場に止めて後部座席で1歳半の娘は常に寝ていました。家に帰ると家の中には誰もいない、どこにいるんだと LINE を送ると、函館から遠い離れた札幌にいると、ある人と一緒なんだ、それは共通の友人の名前が出てきました。ただその人に LINE を入れて、大変迷惑をかけて申し訳ございませんと言うと、私は一緒にいないと、そう言われてしまったのです。妻はどん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 外に出て、子供に対してもどん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 私に隠し事をして、どこにいるかもわからない、どこで寝てるのかもわからない、夜中に居酒屋の座席で寝てる子供、そんな毎日を続けて、朝寒い日に1歳半の娘は妻に入浴させられる、そうすると子供は常に熱を出し、コン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 と咳を込みます。そして耳の中耳炎から始まって高熱が出て、何度も何度も私の手の中で子供は熱性痙攣を起こして、口から泡を出して死にそうになるんです。そんな時に妻は頭を下げるんであれば子供を病院に連れてってやると言いました。そういう問題じゃないだろうと、子供の命とそういうものの問題を一緒にするなと、私は常に妻に願い続け嘆願し続けました。ただ結論、受け入れてはもらえず、行政に相談すればするほど、お父さんそれはもうダメだよ、危ないよ、お父さん出た方がいい、行政にそう言われたんです。わかりますか、大田区であれば大田区の行政にお父さん子供を連れて出た方がいいと言われたんです。そういうものなんです。弁護士にも話してもお父さん出た方がいい、そういうことしか言われませんでした。だけど後になって、それは違法な連れ去りだよと裁判所の方に私は言われました。私は緊急性を要し警察にも相談した、弁護士さんにも相談した、
役所にも相談した、親族にも相談した、みんなに相談したけど、お父さんが悪いと後の裁判でそう言われるのです。そして子供に会えなくなりました。2020年8月31日、子供を渡さなければ強制執行をするぞと相手方の弁護士から通達が来ました。私は法律を守り、法律を遵守して、暴力やモラルハラスメントなど攻撃をするということに対しては断固としておかしいと言わなければいけないと思っていました。ですけどどうでしょう、実際に日本の法律にはそういうものは一切ない。想像してみてください。あなたのお子さん、娘さん、息子さん、それがある時急に家からいなくなります。さあどこにいるんだと妻に、旦那さんに言うと、離婚してやると急に言われるんですよ。これに関しては日本の親権制度の問題、それから DV や虚偽 DV などを安易に使えるような行政の不満の不定の不満、行政のそういう処理のまずい部分があります。行政がそういう状態でろくに調査もせず、ただただ DV ですね、虚偽 DV ですねとかそういうふうなのも一切ないまま、じゃあ DV 保護法のやつで書類出します、ポンと判子をしてそのまま出すんです。そうしたらただ子供は離されて、相手方の弁護士や裁判所からお父さんは DV をした、だからもう子供には会わせないという仲間、私たちの中にたくさんいます。虚偽の DV をしたとしてもそれを見る法律がない、それを監査する場所もない。警察がもしそういうことになったとしても民事不介入でやってくれない。私の時は家にその男が上がり込んで、家の中で妻と離婚会議をしていた、家から出るようにと散々その者に言いましたが家から出なかった。で警察に私は電話をした。その時に暴れた、抑えようとしたら体に、相手の男性の体に手が当たってしまって、逆に見に来た警察官にその妻と相手の男性から暴力振るわれたと言われ、逆に暴行微罪として私は函館市警察署の方に連れてかれた。両手の指紋も取られた。住居侵入罪として告訴したいと言ったとしても妻が入れたからそれはできないと。脅迫された音声のデータも全部ある。だとしてもそれを取り上げてくれることはなかった。私は出るしかなかった。子供の命を守って、子供の未来を守って、自分が暴力を振るわれているという現実を分からなくて、ただ怖くなって行政に助けを求めたけど、後でお父さんは違法な連れ去り者だと。裁判所では何も見なかった。裁判所で見た内容は一つだけ、裁判官がこう言いました。奥さん、旦
男性とはもう別れたんですか。奥さんは、私の奥さんこう言いました。別れました。終わりです。証拠すら出ない。私が違法に連れ立ったという証拠すら出ない。むしろそういう男性との関係をずっと私に対してひたすら押し付けてたのに、それの証拠は一切出ないまま、子供の看護は0歳から1歳まで見ていた奥さんにただ渡すようにと。この男女共同参画社会、男女平等社会、法のもとに平等であると謳っている日本国憲法の中で、私のような人間もいる。実際に虚偽 DV を申し付けられて一切子供に会えなくなったお父さんお母さんもいる。そういうお父さんたちは、お母さんたちは何をすればいいんだ、どうすれば変わるんだよと、みんなが悩んで集まって声に出しているのが私たちの団体です。共同親権、共同養育、これは欧米では当たり前のことです。昨今 EU の方では、ヨーロッパの方で過ごしてた日本人妻、外国籍の旦那さん、暮らしていた時に日本人妻が日本に子供を連れ去ったと、そして旦那さんはもう会えなくなったという、海外でのいろいろニュースがたくさん出ています。そういう中で日本は未だに単独親権のまま、して、しかも海外から非難決議まで受けて、それなのにまだ審理をしない、話し合わない、当事者たちの声を聞かない。僕たちは、私たちは声に出して言わなきゃいけない。この問題は今皆さんに起きる問題と全く同じだと思ってください。歩いている方、お子さんいらっしゃいますか。おいくつになられました。明日もし急に会えなくなったらどう思われますか。助けてくださいと言っても警察は動かない、行政も頼りにならない。頼りの綱の裁判所では継続性の優先や、育てたのが未成年の時に奥さんだからという理由だけ、そんな状態で常に何人もの何人ものお父さんお母さんたちが子供と引き離されて子供と会えなくなるんです。私たちは子どもの権利を考えてこの凱旋活動をさせていただいております。今回はこの JR 蒲田駅前、こちらで共同親権共同養育に関して凱旋活動をさせていただいております。どうか皆さん、ただいまビラを配っておりますのでお手に取っていただき、配っているスタッフのお話を聞いてみてください。私たちは子供と会えなくなってしまった親の集まりでできた団体です。今回私は地元千葉県からこちら東京蒲田の方へ応援に参りました。皆さん、どうかただいまビラを配っているスタッフがおりますので受け取っていただき、ご覧になってみてください。今の日本の問題がしっかりと書かれております。日本の問題として子どもの権利、そして
育てるお父さんやお母さんたちの離婚に伴う親権の問題、養育権の問題、今ものすごく話題になってきています。先日千葉県の千葉日報社、ここの方で千葉駅前で私たちの仲間全員でこの問題について皆様に訴えさせていただきました。千葉日報社の方でこの子どもの連れ去り問題や虚偽 DV 問題、それに伴って子どもに会えなくなってしまうお父さんやお母さんたちの問題を大々的に取り上げてくれました。そしてついに千葉県の方では行政の方でその内容が提出され、いよいよ国会の方へとその内容が提出される準備段階まで来たということを私は聞きました。まだまだ皆様に対してこの問題を知っていただかなければ、この問題が解決することは一切ないでしょう。共同親権、共同養育、皆様歩いていただいている中でこの言葉を聞いたことはありますでしょうか。ただいまの日本は単独親権として離婚をしてしまうと、どっちかの両親に対して親権を全部渡します。そうしてしまうと、もし親権を取った親の方が子供には会わさないよ、子供には誕生日プレゼントやクリスマスプレゼントすら渡させないよと、そういう状態になってしまえば簡単に親子断絶はできてしまう法律になっています。もし皆さんの中にお子さんがいらっしゃる方がいらっしゃれば、どうかこの日本の親権問題について、子どもの権利についてぜひ一度目を通していただきたいと思います。どうか皆さんこの問題を手に取ってご覧いただき、日本が子どもと一緒に、お父さんお母さんたちがもし別れざるを得なかったとしても、仲良く暮らしていけるよう、この単独親権と共同親権が選べるような日本社会にできるように、皆様が単独親権から共同親権も選べるようになったんだと思ってもらえる日本になるように、そのためにこの今回 JR 蒲田駅前で凱旋活動をさせていただいております。私は自分がやったことに関しても未だにちょっと悩むこともあります。ただ元々を正せば、子供を守るため、子供を守るために度重なる攻撃にも我慢してきました。ただ結局は裁判所の方で全て決まってしまう。悪いことはしてなかったとしても、主たる看護をしていたのはどちらだというだけで決まってしまうんです。その時にもし看護をする側の人間が、子供には会わせないぞ、子供にはプレゼントすらあげないぞ、渡さないぞ、渡せてないぞと、もし仮にプレゼントを渡すとしても、お父さんやお母さんが分かるようなことは書かせないぞと、そういう当事者の方もいらっしゃいます。
私が聞いたとんでもない話では、プレゼントの話でこういうことがありました。自分の子供にプレゼントをあげたい、きれいにラッピングをしてクリスマスプレゼントを送った。そうすると相手方の弁護士に事務所で放送をビリビリに破かれて検閲をされたそうです。お父さんかお母さんかわからないようにしてあるかどうか、子供のプレゼントの放送を破いて確認するんですよ。そんなバカなことありますか？子供の誕生日プレゼントや子供のクリスマスプレゼント、私はそれすら送れなかった。送るのを拒否された。子供と電話で、パパこういうプレゼント送るから楽しみにしててね、娘はそう言って大喜びして、パパ大好き、パパ大好きと何度も何度も言うんです。ただその度に電話越しで自分の配偶者は娘のテーブルをバンバンと手で叩きます。早く電話を切れと。電話が10分から20分、20分から30分と伸びるたびに、もともと10分しか電話させない約束だったじゃないかと、そう言って娘が電話を切りたくない素振りを見せながらも、さあ切れ、さあ切れとテーブルを叩いてくるわけです。娘はそのたびそのたび配偶者の顔を見て、また私の方に目を向けます。そうするとニコッと笑ってまた別の話をするわけです。こんな状態がずっと続いていて、親子の断絶を図るような状態になっていて、それがまともな子育てになっていると思うでしょうか？皆さん同じ当事だったらどう思われますか？自分の子供が急に目の前からいなくなって、電話をしてたった10分しか1日話せないよと、そう言われたとき、実際に10分で電話は切れますか？10分で電話は切れなくて、子供がもっと話したい、パパとママと話したいとなったときに、それが伸びたら、約束が守れないんだったらもう電話はさせない、面会はさせない。そもそも自分の子供に会うのになんで面会という言葉が使われるんだ。子供にただ会いたいだけだよ。それをただ伝えたいんだっていうことを私たち仲間は常に言ってます。その子供のプレゼントを贈ろうとしたときに、相手の弁護士に放送をビリビリに破られたのは女性の当事者でした。女性の当事者でも自分の子供に会えなくなって、子供に送ったプレゼントを母親の名前がないか全部確認するために全部中身を開けて検閲をする世の中なんですよ、日本は。どこの独裁国家ですか、これは。それを日本の司法が許してる段階で、どう見たっておかしいのは皆さんの中にはすぐ分かるはずです。だけど日本の法律にそれに伴う要項とか条項がない。そうなってくれば、ただただその当時の状況、どっちが主に看護していたか、どっちが主に子供を見ていたか、ただそれだけで子供を見る権利は一瞬で決まってしまうんです。配偶者がどんな悪いことをやってたとしても、たったそれだけの内容で決まってしまう。子供に会いたいと言っても
合わせないよ、合わせないよと、これが繰り返されるわけです。私はやっと今の段階から子供と別れて、別れさせられて、会えなくなって半年が経ちました。電話すらできなくなりました。相手方の弁護士から約束が守れない人間はもう電話させないとファックスが送られてきたわけですよ。それは何の権利があって私にそんな文章を送ってくるんでしょうか。子どもの権利条約という言葉、皆様ご存知ですか。日本は諸外国から子どもの権利条約をしっかり守って子どもを養育しなきゃいけない、子どもを見なきゃいけない、育てなきゃいけないと、それに遵守するようにと条約に対して承諾をしているんです。その中には子どもにしっかりと合わせてちゃんと子どもを育てましょうと、そういうふうに書いてあるんですよ。そんな状態の中で離婚弁護士たちは子どもには合わせないぞ、プレゼントは送らせないぞ、プレゼントを送ったとしても中身検閲するぞ、ひどい人にはこういう人もいますよ。婚姻費払え35万毎月、養育費も払え、そんなお父さんお母さんいっぱいいます。配偶者が不貞や 不法行為をした場合でも相手方の弁護士から急にお金を請求される、そういう状態が今の日本で当たり前になってきてます。私がこうやって会えなくなってしまった時、函館の家庭裁判所の方に聞きました。でもし会えなくなってしまったのがこうずっと続いた時は私はどうすればいいんですかと、家庭裁判所こう言いました。面会調停交流を起こせばいいじゃないですか。面会調停交流、聞き慣れない言葉だと思います。まあ、簡単に言ってしまうと家庭裁判所の方で裁判官と調査官という人間で夫婦の中間を取って話し合いをしてくれて、じゃあ面会をさせる日を決めましょうと、それだけです。よくある話をしましょう。面会調停交流を行って何月何日会わせるよ、約束しました。で、会い始めました。月1回2時間でどうですかと裁判官から言われます。自分の子供に会うのは月1回2時間ですよ。1年でたったの1日、合計してたったそれだけしか会えない人がたくさんいる。全く会えないまま17年とか子供に会えなくて、子供が大人になって結婚して子供が生まれる、そしてやっと会えた。私たちの代表がそう言ってました。そんな状態が当たり前のように今日本で起こっていて、誰がおかしいって言わなきゃいけないと思いますか。皆さんです。私たちです。日本に住めてる、日本に住んでる全ての人たちがおかしくないって言わなきゃダメなんですよ。
いざ自分が結婚した時にそういう問題にぶち当たった、自分の子供がいきなりいなくなった、助けてくれと言ってもお父さんは虚偽 DV したねっていうふうに言ってくれればいいです。大体は虚偽の申し立てをされてもそれが監査する方法ないから、お父さん DV したからもう会わせないよと、そう言われるわけです。お母さん DV したからもう会わせないよと言われるわけですよ。ただただ役所に書類ポンと押されてそれで認定されてしまう、そんなガバガバな状態で日本の行政、日本の法律は成り立っていってしまっている。だから当事者の人がみんな怒るんですよ。やめてくれと、子供にいい加減に会わせてくれと、子供に会いたいんだと、子供にプレゼントを贈りたいんだと、子供のプレゼントを手渡しさせてくれと、それすらできないから私たちはマイクを持って皆さんに聞いてほしい、聞いてほしいと頭を下げていろんなところを回っていくんです。どん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 この話は広がってきてます。皆さんに聞いてもらえば聞いてもらうほど、こんなの日本で起こってるの、受け取ってくれた、チラシを受け取ってくれた人はみんな言ってくれます。怒ってます。目の前で現実に皆さんが、今日歩いていただいている皆さんが一言聞いていただける、覚えていただける言葉、共同親権、共同親権にして単独親権と共同親権が選べる日本社会を目指して、子供をちゃんと、もし夫婦が別れざるを得なかった場合でも、子供はどっちに行ったとしても子供は自由に会えるんだ、子供はお父さんやお母さんからプレゼントをもらって楽しくニコニコ過ごして、そういう日本社会になっていかなきゃダメなんだと。だからこそ僕らは、私たちはそれになるように声を大きく出して、声を枯らしてお金を使ったとしても訴えていかなきゃいけないんだと、そういうふうに常に思ってみんなで活動してます。毎日毎日子供に会いたい、子供に会いたいと自分のツイッターとかに書き込むんですよ。わかりますか？子供に会いたいということをただただ書き込むだけ、子供にプレゼントを贈りたいとただただ書き込むだけ、そういうことしかできないんです。許可を求めないでそのまま子供のところに会いに行けば、住居侵入罪などで家の前に、家の土地に一歩足を踏み入れれば警察を呼ばれて逮捕されるんです。そういう当事者もいました。自分の子供に会いに行って会わせてくださいと言えない、会いに行ったとしてもちゃんと方法を踏まないといとも簡単に逮捕されてしまう、そんな状態の日本社会がまともだと言えますか？自分の子供に会いたいということがそんなにおかしいことですか？私は子供に対して悪いことなんか何もしてない、
奥さんに対してもそうだ。ただただ家族が仲良く元気に笑顔で日本で暮らしていれば、多少貧しかったとしてもそれでよかった。一生懸命働いて、働いたお金でみんなでご飯を食べて、たまに家族の旅行をして楽しかったね、また行こうねと、そんな家族でいたかったんです。ただできた答えは、男ができた子供には会わせない。訴えようとしてもお父さんが悪い、いくら証拠があったとしても、証拠を出したとしても子供を見てたのはそっちでしょと決められるんです。たったそれだけのことです。たったそれだけのことで子供に会えなくなる。子供に会えなくなれば、おじいちゃんおばあちゃん孫にすら会えなくなる。そうすればどん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 会えなくなるの連鎖が始まる。会えなくなれば1年2年3年とどんどん会えなくなる。会えなくなれば本当にパパなのとかすか、パパすら分かんなくなる、ママすら分かんなくなる、おじいちゃんおばあちゃんすら分かんなくなるんです。忘れてってしまうんですよ。皆さん、もし自分のお子さんお孫さんいらっしゃいましたら、思いを押してみてください。明日急に会えなくなりました、なんでなんだと訴えると、配偶者の方がどうこうどうこうしたからもう会わせないと裁判所に言われたと、月1回2時間すら会えないと、そうなってくるわけです。そのまま小学校中学校高校と上がっていくんですよ。当然子供はお父さんとかお母さんが分かんなくなっていく。どん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 片親疎外になって何もできなくなっていって、学校とかでもお父さんの職業は何ですかとか言われたとしても、お父さんが分からないから答えられなくなる。そうなったら学校でも当然いじめられるでしょう。そういう当事者の方が実際にこの間千葉県で演説されてました。連れ去られて自分の母親に大人になるまで暴力を振るわれて、お父さんは何どこにいるのと言えば殴られてと悲痛な声を出してました。そんなのが普通にこの何年も何年も繰り返されて、みんな苦しんで泣きながら助けてくれすら言えない、どこに助けてと言ったらいいかわからない、そんな状態になってるんです。この間私の仲間の一人がこんなことを言ってました。お子さんが大きくなってお父さんに会えないからと近くの行政に行って、お父さんに会うにはどうしたらいいですかと聞いたらしいです。それ聞いた時にもうどうしようもないと思いました。どうすればいいのじゃないでしょうって、そこまで子供を追い込むんですかって、自分の子供がもし小学校中学校になって地元の函館市の役所に行ってお父さんに会うのはどうしたらいいんですかなんて言ってるのを想像したら、もうどうしようもないと思いました。
て家族を追い込むんですか、配偶者を追い込むんですか、子供を追い込むんですか。子供を追い込んで追い込んで子供がどんどん自分で命を絶つことだって当たり前に起きているんですよ。そんな中で僕ら大人が何ができるんですか。簡単ですよ。一刻も早く単独親権と共同親権が選べる日本にならして、ちゃんと話し合って虚偽 DV とかの申し立てとかそういう悪いことに対してちゃんと観察を監督して違法なことをやらないように日本の行政法律とかでしっかり見ていけばいいだけじゃないですか。そういうことができないからその制度を悪用して好き放題する人が出てくるんです。その制度を悪用して弁護士が離婚弁護士として子供から養育費や親権を取るためにお金を取って養育費を取って取ったから成功報酬だと面会交流させるから着手金30万円だ、面会交流成功したから成功報酬だ、子供に会いたい、それだけで、たったそれだけで、それすら言えないのがどういうことなんだと僕らは声に出して言わなきゃいけなかったんです。だからどうか皆さん、今仲間が配っているチラシを読んでいただいて、日本が共同親権を目指さなきゃいけないんだと、そういう現実を知ってほしい。家に帰ったらみんなでこんなこと話してる人がいた、そういうふうに受け止めてほしい。だからこそ一枚でも大きく、一枚でも多く、私たちはこういうふうにチラシを配って皆さんに一つの言葉を覚えていただきたい。共同親権、欧米では当たり前になっているこの共同親権をもとに日本の法律を隙をついて虚偽 DV や実際の DV、 連れ去り問題、片親阻害、どんどんあるでしょう。そういった問題を減らさないから日本で10万20万単位のそういう子供がどんどん出てくるんです。そういうお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが日本にどんどんあふれ返っていくんです。やめましょうよ、もうそんな日本は。少しでも前に、一歩前に進むためにどうか皆さん、一枚でもこのチラシを見ていただいて、日本でどんな風になってるんだろう、共同親権って何だろう、それだけでもいいんです。知ってください。知ってさえいただければテレビやニュースでいずれ出るでしょう。この問題はインターネットで検索してみてください。共同親権って打つだけでどんなことがいっぱい起こられてるか、たくさん出てきますよ。とんでもないことがいっぱいいっぱい出てきて、みんなその中で一生懸命必死になって自分の子供に会いたいんだよ、自分の子供に会わせてほしいんだよ、自分の子供が役所に飛び込んで
パパに会いたいならどうしたらいいんですかとか言わなくてもいいようになるんです。ママに会いたいからどうしたらいいんですかって聞くこともないでしょう。そういうふうな社会にしていくために、日本は少しでも法制度の方を少しずつ見直していかなきゃいけない。それをしないから海外から拉致大国日本って言われちゃうんですよ。海外から日本が拉致大国なんて言われてる現実知ってますか？そうやって条約を守らない、どんどんやっていく、好き勝手する、いつまでたっても法の内容を見直さない、そうなってくれば海外にそう言われてもおかしくないでしょう。海外がそれが一番フェイマスな状態です。一般的な状態なんですよ。共同親権っていうのが当たり前な状態で、それが当たり前になってるからこそ、日本で結婚はしないってこの間海外の人が言ってました。何かあった時に国はそうやって守ってくれない、行政も守ってくれない、警察すら守ってくれない。頼みの妻の裁判所すらまともに話を聞いてくれない。そんな状態がずっと続いてたら、平和な国日本だね、綺麗な国日本だね、素晴らしい国だね日本はと言われてる中から、日本拉致してんじゃんと言われてしまってもおかしくないでしょう。そんなことが続いてたら、海外からそのうち愛想つかされますよ。海外から愛想つかされたら、海外に行った日本人たちがどういう扱いになるか分かりますか？海外旅行に行って、ああその拉致大国の日本ねって言われれば、嫌な思いもたくさんする日本人が出てくるでしょう。だからこそ海外から非難決議を受けている状態でそのままにしてたらいけないんですよ。お父さんとお母さんにただ会いたいってことから始まった問題から、いつの間にか海外に普及し始まってんですよ。どんどん広がってってるんです。日本だけの問題じゃなくなってる中で、いまだにそんなことがずっと繰り返されてる、その問題をご飯にして稼ぐ弁護士とかもいる。まともに話すら聞けない、法律の内容すら見ない裁判官がいる。私みたいに DV 保護法でちゃんと守られて支援措置まで受けて、子どもの命と子どもの未来と自分の身の安全と全部を守ってもらうために、あえてその道を選んだ人間もいるでしょう。でも結局はお父さん全部あなたが悪いよと、証拠すら出さないまま裁判所は決めるんですよ。そんな裁判所が目の前にあります。もし皆さんがこういう問題になった時に最初に相談しに行くのが地元の家庭裁判所です。東京家庭裁判所とかになりますでしょう。家庭裁判所に行って申し立てをして、調停作業などから始まって、お互い納得できなかったら裁判に行くわけです。そう言ったとしても、いくら証拠があったとしても、基本的な原則が、古い原則が残っているから
1歳未満の時に育てたのがこっちの配偶者だからというだけで親権も監護権も全部決まってしまって、その決まった側の配偶者がもし子供に会わせないよと、子供にプレゼントすら渡さないよ、おじいちゃんおばあちゃんにすら会わせないよ、そういうふうに思ってしまえば罰則することもない、おかしいよと言ったとしても親権者が決めたことだからもう変わらない、そんなふうになっちゃうんですよ。どうですか、もし自分の子供、娘さん、息子さんがある時目の前から急に連れてかれた、返してくれ、会わせてくれ、そう言っても言われることは DV したんでしょ、 DV したというふうに申告受けましたからもう会わせません、そういうふうに言われたり、相手方の弁護士から離婚するんだから婚姻費払って養育費払って、そしたら離婚してやるという文書が送られてくるわけですよ。意味がわからないですよね。まともに話し合える状態すらない状態が常態化していれば、明日自分の子供と急に会えなくなる、自分のお孫さんと急に会えなくなっても、それを守ってくれる法律もなければ、行政もなければ、警察もなければ、誰がその問題を変えていけるっていうんでしょうか。決まってますよ、私たち国民がその問題はおかしくないかい、ちゃんと法律にして、もし別れられなかった時も自分の子供とはちゃんと会えるように、共同親権、共同養育になるように、選べるようにしていけばいいじゃないかと。それをしたらその後はちゃんと、それと同時にもしそういう違法なことをしたとした、罰則をちゃんと決めましょう、行政もちゃんと監査機関を設けましょう、少しずつでもいいんですよ、それやっていかないから、いつまでたっても虚偽の申し立てや連れ去ったり実際に攻撃されたとしても、0歳の時に育てたのは私みたいな奥さんでしょって言われるんですよ。それで子供を育てるのが確定してしまうんです。そうやって攻撃されたとしても刑事告訴として証拠を持ってっても受理されないこともあります。こんだけされてるのに、こんだけ脅されてるのに、警察署に行ったらこれは受理できませんねとか申したとしても、実際に捜査はうまく行われない、そうなったとしてもすぐ捜査が終わってしまうと、そういうふうにも言われました。実際のそういう状態が起こっている中で、日本の国の憲法や行政、警察、司法、裁判所、
弁護士、そういった人たち、そういった機関が今ある中の法律で適当にやってたら、それはどん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 連れ去られますよ。それはどん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 虚偽の DV 申し立てるでしょう。自分が有利になるんだったら何やってもいいっていう状態になってるんですから。それから逃げるために、自分の身を守るために、自分の子供を守るために本当に動くお父さんお母さんもいるでしょう。ただそれを証明することなく切り捨てる裁判所の運用方法もいかにもおかしい。そういう状態の中で何から見直せばいいのか、何から取り組むべきなのかっていうのを、まず私たちの方から言うには、まず単独親権だけじゃなく共同親権として選べるように、どっちの後でも選べるようにちゃんと話し合えるように、そこから始めようよと。世界が当たり前にしているように、日本もいい加減にその問題に向き合おうよと。ただそれだけ、まず最初にやり始めることから先に進める道がきっと開けます。そうしたらお父さんお母さんに会いたい、どうしたらいいですかなんて役所に聞きに行く子供なんかいなくなっていきますよ。少しずつ仲間のお子さんが七夕の短冊にお父さんに会いたい、そう書いた、そういうふうに私聞きました。願い事に書く内容なんてこと書かせるんだよって。子供がお父さんに会いたいって思ってるんだったら会わせるようにしてあげればいいじゃないですか。お母さんに会いたいと思っているんだったら会わせてあげるために夫婦で考えていけばいいじゃないですか。その問題がいつまでたっても話し合うことすらできない、法律の規定もない、裁判所の運用はそういうふうにガバガバだとなったら、最終的には裁判所がこうしなさいって決めた瞬間にもう終わりなんですよ。今の世の中、明日からもう子供には会えませんよ、最低でも月2時間でどうですかっていうふうに決まっていくんですよ。それが当たり前ですよと裁判所の方から言われるんですよ。1日2時間しか会えない、月2時間しか会えないってなったら、そのうち子供だってだんだん忘れていっちゃうでしょう。私だってこの間自分の娘に電話で話した時も最初は10分って言われてました。実際に話してみたら10分超えても娘は切りたくない素振りをずっと見せる。どんなことで遊んでるのって聞いたら、おもちゃを出したり絵本を持ってきたりして、パパに読んであげるからねと言って目の前で広げてニコ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 しながらやるけど、10分が過ぎて20分になろうとすると妻がテーブルを叩いて娘に対して電話を切るようにと威圧をかけてくるんですよ。それはきっと私にかけてるんでしょう、きっと。ただ娘はその時に顔を、妻の顔を見ながらまたこっちの方、僕の方を向いて真顔になって
別の話を始めます。もう切るよと奥さんが言ったとしても娘はそのまま話を続けます。もっと話したい、ママともっと遊びたいんだってことがそのまま出てるんじゃないですか。そうやって何度も何度もテーブル叩いて子供にはもう電話させないよというふうになっていけばいくほど子供はもっと話したいと思うんでしょう。ママのお家に行くからねと言うんですよ。ママどこに住んでるのってそう言うんですよ。そうなったらごめんねって言うしかないじゃないですか。ママお仕事でここにいるよってママにお願いして会えるようになったら一緒にディズニーランドに行こうねとかゾウさんに会いに行こうねって言うわけですよ。それすら許されない世の中になっちゃっていくんです。だから日本は共同親権、共同養育